こんばんは、しおちゃんのお時間です。伊勢海老は身が引き締まっていてプリッとした食感があることや濃厚な旨味があることなどから高級食材として珍重されています。しかし現在食用に流通されているものに養殖はなく、すべて天然です。それではなぜてめえたち人間は養殖の伊勢海老を食べることができないのでしょうか。そこで今回は伊勢海老の生態を見ていくとともに、養殖が難しい理由について解説していきます。ちおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まず伊勢海老の養殖が難しい理由の一つとして、幼少期が長いことが挙げられます。伊勢海老は伊勢海老科に属するエビの一種で、日本列島の房総半島以南から台湾までの西太平洋沿岸と九州朝鮮半島南部の沿岸域に分布し、外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息しています。彼らの繁殖期は5から8月で、メスはオスと交尾した後に産卵し、小さな卵をブドウの房状にして腹に抱え、孵化するまでの1から2ヶ月間保護します。孵化した幼生はフィロソーマ幼生または洋上幼生と呼ばれる形態で、広葉樹の葉のような透明な体に長い遊泳脚がついており、親とは似つかない体型をしています。このフィロソーマ幼生は海流に乗って外洋まで運ばれ、プランクトンとして浮遊生活を送ります。この期間は非常に長く、約300日間にも及ぶのです。このように形態や生態が親とはあまりにもかけ離れている上、期間も長いことから、19世紀に発見された当初は誰も伊勢海老類の幼生とは思わず、エビ目の中にフィロソーマという分類群が作られたという逸話があります。伊勢海老の生態の体長は通常20から30センチメートルほどで、まれに40センチメートルに達する大型個体もおり、重量は1キログラム近くになります。しかし孵化時には体長が 1.5 ミリメートルほどしかありません。それから成長につれて30回ほど脱皮して体長30ミリメートルほどに成長したフィロソーマ幼生はプエルルス幼生という形態に変態します。プエルルス幼生はガラスエビとも呼ばれ、親エビに似た外見となりますが、体はまだ透明で、しかも大顎や消化管が一時的に退化し、餌を取らないという特徴があります。この期間はフィロソーマ幼生の時に蓄えた脂肪をエネルギーにし、足で水をかいて泳ぎながら沿岸部の岩礁を目指します。ですがプエルルス幼生がどのようにして沿岸部の位置を知るのかはまだ分かっていません。ともかく岩礁にたどり着いたプエルルス幼生は約1週間で脱皮し、親エビと同じ体型のチエビとなって歩行生活を開始します。伊勢エビは1年で体長10センチメートル、2年で15センチメートル、3年で18センチメートル程度になると言われており、体長12センチメートル前後で成熟期を迎えます。このように伊勢海老が商品として出荷されるまでには3年ほどかかり、非常に長い期間を要するため生産に向かないのです。またこの養殖期間において技術的に良好な飼育条件を維持することは困難です。フィロソーマは長い手足が他の個体と絡み合い、手足を損傷してしまう可能性があるので、飼育には細心の注意が必要となります。また脱皮に失敗し手足が欠損したり、場合によっては死んでしまったりすることがあります。さらに生態は主に肉食性で、貝類やウニなどいろいろな小動物を捕食し、時には海藻を食べることが知られていますが、幼少期の適切な餌についてははっきりとしていません。現在幼少期に利用できる餌としてアルテミアとムラサキ以外の生殖腺しかなく、非常に特殊な食性をしています。アルテミアは小型の甲殻類で、世界各地の塩水湖に生息し、魚の生き餌などに使用するためによく養殖されています。またムラサキ以外は二枚貝の一種で、ヨーロッパでは同族のヨーロッパイ貝などと共に食用とされ、養殖食材にする場合は金獅子と共にムール貝と呼ばれています。その他にもフィロソーマは沈みやすく、水槽の底に沈んだ糞や食べ残しの影響を受けやすいため、水槽の底が汚れないよう毎日新しい水槽に移し替えなければならず、小さな容器でしか飼育できません。
フィロソーマの人工飼育の歴史は非常に長く、孵化幼生を用いた飼育が1899年に報告されて以来、100年以上にも及んでいるにもかかわらず、飼育が非常に困難なことから、初めてチエビまでの人工飼育に成功したのは1989年以降となっています。南伊豆栽培漁業センターでは、1989年から伊勢エビのフィロソーマの飼育技術開発に取り組み、水量1から50リットルのアクリル製ボール型水槽を開発しました。これにより脱皮時に多く発生していた足の欠損が軽減され、20から30尾のチエビの生産が可能となったのです。それでもフィロソーマを大人まで成長させることはまだ不安定で、元気な個体を安定的に飼育するためどのようにすればいいかよく分かっていませんでした。そのためフィロソーマのより安定した飼育技術を確立するには、適切な人工飼料の開発とともに、幼生の生態に合わせて環境を制御できる飼育システムの開発が必要だとセンターは考えました。フィロソーマを元気に育てるためには、飼育水槽内を正常な環境に維持することが必須ですが、同時に飼育初期の餌として使用するアルテミアや、生後30日前後から与えるムラサキ以外の生殖腺をより効率的に食べさせることが重要な要素となります。そこで2000年より開発されたのが回転型飼育装置です。回転型飼育装置は容量70リットルのアクリル製で、ドーナツを立てたような形となっており、モーターにより回転速度を調整でき、換水や水温を制御できる特色を持っています。回転速度を適正に保ち、水槽内に水流を発生させ、給餌したアルテミアやムラサキ以外の生殖腺を常に動かすことにより、フィロソーマが餌に出会いやすくなりました。また水槽が常時縦に回転するため、底面の堆積物が少なくなり、正常性が確保されて水槽を変える頻度が少なくなりました。さらに幼生も沈まずに常に浮遊しているため、健康に育てることが可能になりました。これにより回転型飼育装置を用いた飼育と従来の飼育方法の生産率を比較すると、生産率がおよそ 20% 向上したのです。プエルルスへの変態時も足を損傷することが少なくなりました。このように飼育に関する知識が徐々に集積されつつありますが、それでもまだ量産段階には至っていません。これは一般に事業化させるにはコストと手間がかかりすぎるためです。伊勢エビの漁獲量は日本全国で年間約1000トン程度である一方、輸入物は1万トンを超えています。2019年の統計によると、漁獲量日本一は三重県で、全国シェアは 25.8% です。そして三重県、千葉県、和歌山県の3県合わせると国内漁獲量の約 56% を占めます。しかしこの漁獲量は近年減少傾向にあります。例えば三重県志摩市では2015年には約130トン取れた伊勢エビが、2021年には約71トンまで減少しました。また千葉県でも同様に漁獲量が減少していると報告されています。漁獲量が減少している原因として、海水温の上昇が考えられています。通常志摩市周辺の海底には伊勢エビが小さい頃に隠れ家として不可欠な海藻が生い茂っています。しかし海水温が上がって海藻が枯れたことで天敵に見つかり食べられてしまうというのです。またこのような中、近年福島県いわき市で急に伊勢エビが取れるようになっています。伊勢エビは暖かい水温を好むため、生息地の北の限界は茨城あたりでしたが、温暖化の影響などで水温が上昇し北上してきたのではないかと考えられています。このため養殖の事業化により、野生の伊勢エビの減少を抑制し、生産量が確保されることが期待されています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。